カツです。カツ入りました。はい。じゃあ今回はね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの矢田です。どうもこんにちは。本日の質問です、はい、周りが指定校推薦や公募推薦で大学が決まる中、自分は来年の一般試験まで日にちがないとかなり焦ってきました。自分が勉強してこなかったから指定校推薦をもらえないのはよく分かっているのですが、周りが大学が決まったと話しているのを聞くと嫉妬してしまいます。こんな自分にカツを入れてくださいと思います。これもうカツ入れられるん分かった。分かってますねこれはあかんってカツ入れ思ったことある？そんな一回もない。俺一回もない。全く持ってない。ほんまに。だってむしろよかったなーっていう感じで言ってた。だからなんで、ね、なんで嫉妬するんか俺はちょっとごめん、あんま理解できひん。理解できひんな。そうですね、俺もちょっと分からんすねこれは。いや、これお良くないと思うね、いやだから勝つやねんけど、そのメンタリティって一生そうや多分、今変えへんかったら、だから多分大人になって、いや隣の芝が青く見えるってことでしょ。そうですね、ずっと。そうですね、ずっと。それ確かに人間やから俺もそういう時はもちろんある、あるけど、これぐらいのことで思ってるんやったら多分大人になってから、例えばなんか友達で仕事でめっちゃ成功したやつを見て、俺もいいなみたいなとか、大学生になってその何簡単に稼げるみたいなネットワークビジネスとかやってもうたりとか、なんか詐欺にやったりとかしそう。なるほど、間違いない確かにね、そんなん言ってたら、そのさ、あるやん、あるよなあるやんそのなんていうかな、その道を選んだし、そういう現状を作ってしまったのは全部自分って思わなあかんわ。ああ、だから多分やけど、その己の責任にしてないんじゃないかなっていうふうに思う、大学受験もさ、例えば他の塾おるやん。例えばうちやったら、めっちゃ言われるわけ、その他の塾行ってる頃に、まだ学びずむなんやろ、みたいな、って言われんねんけど、結局2月蓋開けたら毎年一番受かるんうちやねんとか、で、なんでお前ら学びずむなんやろっていうその揶揄の仕方が、お前ら勉強しすぎやろ、その何学びずむ教に入ってんかみたいなことを言うわけですよ。でもそれって自分は勉強してないからの悲願ですよね、自分がどうしたら正しいか分かってるからなんですよ多分それ、だって分かってない、例えば受験勉強してないやつ何も悲願もへん、マナリズム入ってること。そうですね、何も言わへんや、受験勉強してないとか、自分受験勉強してほんまはこんぐらいやらなあかん、でも自分できてない、でもマナリズムのコーラやってる、だからお前ら勉強しすぎって言わんと自分が保たれへんから、人のことを否定する、否定してるわけじゃないけどこれは、だから多分これを今さ嫉妬してるっていう風に思ってるってことは、己の生活を改めるべきやと思う、それが完璧、完璧っていうかもう絶対これ大丈夫やみたいな、こんだけやってももうこれ以上できへんわって思ってたら、そんなん嫉妬する間もないと思う、多分この動画見てる中でも嫉妬してますっていうこと、嫉妬、確かに矢田先生、山城先生みたいにそんなの考えようなかったわみたいなこと分かれると思うんだけど、考えようないわっていうのが正解であって、考えたことをめっちゃ嫉妬しまうわっていう子は、周りの子が受かったからじゃないと思う、自分ができてないから、自分ができてない、やってないから、勝つです。カツ入りました。はい、じゃあ今回はね、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。恥ずかしくない受験生活をね。